50円。乾電池の自販機。はい、というわけで今日も始まります。早朝6時前ですね。もう人はいないですね、ほとんど。というわけで今日はね、岡山駅前の東口を歩いておりますけど、ちょっとね、気になる、ね、懐かしのものがあるということで歩いてきてるわけですけど、ちょっと行ってみようかなと思います。寄り道でね、来ます。まあ、早朝ね、いいですね。まあ、昼間行ってもいいんですけどね、やっぱりざわざわしてるというか、人も多いのでね、まあ、少ないっちゃ少ないんですけどね、やっぱりね、厳しく、見ないといけないかなっていう点で、街に出るときはやっぱり早朝ぐらいがいいかなと思います。日の出前かな、そんな感じでちょっとね、寒い感じするんですけど、自販機、自販機効果かな。この辺来ることないですよね。昔ながらの、なんかね、なんだろうな、新今宮からなんか岸の里に向かう感じの、なんか路地的な感じみたいな雰囲気しますね。だから、まあ、大阪でね DJ やってた時とか、朝5時に終わるわけですよ。
まあ、今は全然ないんですけど、まあね、本当に帰っ、あの大阪からね、なんだろうな、自分のその泊まるアパートというかそこ行ったりするんですけど、なんかその帰りみたいなね感じがちょっとしますね。なんか懐かしいなみたいな。まあね、今日も街歩きみたいな感じなんですけども、結構気になる看板、昔ながらね、お見せしたいものがねあるんですけどね、もうすぐそこなんですよね。もうなかなか今となってはという感じのものがあるんですけど、もうね、ちっちゃく可愛くあるんですけども、こちらです。乾電池の自販機。もうね、今珍しいんじゃないですか。200円、100円、50円、200円、まあ新500円では使えないってね。まあ、場所なんですけど、この電気屋さんがねあるとこなんですけども、ちょっとせっかくなんで買おうかなと思います。まずちょっと50円、はい、50円。はい、こんなんですね。で、ちょっとあのリモコンに使いたいんで、単4かな。はいはい、というわけで今日はね本当にこれを見せたかったんですよね。なんか大阪でも見たことあるんですけど、全然動いてないものをね見たりするんですけど、これ稼働してるやつが置いてあるっていうね、すごいなんか懐かしいというか可愛らしいね、サイズもずっとなんかこういうの残ってもらいたいですですもんね。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。